everyone! It's me, Chike-san! さあ、今日もちぐさ先生と一緒にトレーニングの時間がやってきました。今日も引き続き5級、英検5級、そして4級の子は過去形を一緒に練習していきましょう。今日のターゲットも Verb を使った、どんなバーブを使ってどんなことが言えるかなっていうのを今日も学習していきましょう。今日は12個のバーブ、12 verbs を一緒にやっていきたいと思います。では早速今日の12個のバーブ一緒に練習していきましょう。まずは1つ目はテレビを見るという時に見るを使う watch watch、 はい、 watch watch。で2つ目がこう誰かに喋る時に使う speak speak、こうね、お話をするとかそういう時に使います。 speak speak。 そして3つ目が今度は鉛筆とかね、マーカーとかペンでこう書く、何を書くのかな、住所を書くとか自分の名前を書くとかいろいろあるよね。はい、この書くを write write、 発音気をつけてね、しっかり口をうーっと尖らしてから right right チチって跳ねてね、 right。 はい、これが3つ目。4つ目が本を読むときに使います、 read read。 これも R からスタートします。うー、しっかりうーってしてから read read。 OK?And 1, 2, 3, 4, 5、 5つ目が like like。 これはドラえもん likes どら焼き、 I like strawberries、 like something you like、 like こう like だね、好きな時に使います。はい、 like、 発音はLike ではなく、しっかり L の発音をします。なので口じゃない、舌をうーうーうー、ここから Like Like、 うーとうーが出たら綺麗な音が出ます。 Like Like、 OK。 6つ目が Make Make、こうね、何かを作るときに使います。椅子を作ったり、まあ、ご飯も作ったり、あと何だろう、いっぱいなんか作るものいっぱいあるよね。なんか小学校だとかだったらいっぱい作ると思う。これを make make で、ポイントが唇を make make って言うとちょっと違うんだよね。しっかりんんんんってするのがポイント。こうじゃなくて軽くじゃなくてんってギュッとんってするのがポイント。ここから make make になるよ。 OK、 7つ目かな。7つ目は cook cook、 こうお料理をするときに使います。 cook cook、 みんなはお料理できるかな、 can you cook。 はい、で8つ目が play play ですね。 play play はどういうときに使うかというと、こうスポーツ、ボールを使ったスポーツとか play play baseball、 play basketball、 play table tennis、 いろいろあるよね。もう一つが楽器、みんなも小学校中学校で楽器を使うと思うんだけど、楽器を使うときも play を使います。 play the piano、 play the guitar、 play the drum、 violin、 いっぱいあるよね。でも楽器のときは必ず play the 何々っていう風になる方なるから、そこだけ気をつけてね。 play、 OK。で次が get up get up、 ここは初めての2つ2つあるかと思いきや、これは get up get up っていう発音になります。 get up、 T の発音からしっかり up に行く、 get up get up ではなく get up get up。 はい、この発音になります、 get up。 で、nextOne is listen to listen to listen、 こうね、音楽を聴いたりとか
こう人の話を聞いたりとか Listen very carefully よく使います。先生は Listen very carefully よく聞いてっていう感じで Listen で、Listen to 何々 Listen to music とか Listen to CD とかなっていう風に使います。 CD って使わないのかな今の時代。使わないよね。っていうか CD って何か知ってる？知らないかも。 CD とかないよね。はあ、次は look at look at これも look at k at k at っていう発音になるので look at 2つだけど1つの発音 look at look at で look at は look at こうね注目して今度は見るとき、さっきの watch はこう意識的に見るでしょ。で look at はどちらかといったらこう指を指す感じでこう見せる感じ look at look at っていう感じかな。 look at look at 何々 look at my look at me you, look at me よく使います。 look at me なんかねみんなわーってなってるじゃん。そういう時に look at me 見て見て見て look at me っていう感じで使いますね。はい、でラストが go to bed go to bed これが3つあるよね。 go to bed これで1つで寝る時に使います。 I go to bed I go to bed あもう寝るわみたいな感じかな。あもう寝るわおやすみみたいな I go to bed good night みたいな感じで使います。はい go to bed 今日は12個これをやっていきたいと思います。では4級の子のために今の12個の verb の過去形をやっていきたいと思います。まあ5級の子はねさらっと聞いててね。まずはナンバー1の watch は watched watched 2 speak spoke write wrote read read like liked make made cook cookedplay played get up listened to look at looked at go to bed went to bed OK じゃあ今日も頑張って問題いきましょう。これの13個を今から言うセンテンスに何が使えるかなって当てはめてみてね。Okay, じゃあ行ってみよう。 Number one, My father many books. My father many books. さあ、今文字が出てないけどできたかな？では次は文字ありで見てみましょう。 My father many books. Okay, number two, I can.Breakfast. I can breakfast. Okay. I can breakfast. Number three. We dancing. We dancing. We dancing. Number four. My brother sandwiches well. My brother.Sandwiches well. My brother sandwiches well. Number five. He can the alphabet. He can the alphabet. He can the alphabet. Number six. Nancy is in TV.Nancy is in TV. はい。言いそうになる。Nancy is in TV. Number seven. I like in the piano. I like in the piano. はい。I like in the piano. Number eight. They.French. They French. はい。They French. Number 9.
これはちょっと little bit tricky ね。 I'm music. I'm music. はい。 I'm music. Number 10. That bird. That bird. はい。That bird. Number 11. We at 9. We at 9. はい。We at 9. Okay, this is the last. Number 12. I at 7 o'clock. I at 7 o'clock. はい。I at 7 o'clock. さあ、今日の問題はできたかな？みんな文字が出る前にできたら本当にすごい。文字が出る前に音だけ聞いて、あ、これって言えたら完璧です。はい、でもね、あの文字を見て分かったっていうのも OK です。もちろんもちろん OK。はい、ということで今日もこれを12個を頑張ってやってみましょう。で、先生の教室のこうステップ生は今日も子どものお部屋にこの課題を送ってください。で、フィードバックもらったらちゃんと練習してね。で、他の子たち、他の人たち、大人の方も、これをちょっと楽しんで自分でちょっとやってみてください。そしてまた、ブログの方に回答とか載せておくので、またそれをやった後に見てみてください。Okay, that's all for today. Today's lesson is over. I hope you did great work, and I will see you next time.